さらに、この大雨は列車や道路など交通面にも大きな影響が及んでいます。土砂が崩れていて、線路の一部が完全に宙に浮いた状態になっています。間室川町の JR 大宇線の線路沿いでは、数箇所で土砂崩れが発生。JR 東日本によりますと、大宇線新庄院内間は当面の間、 大石田新城館は来月中旬まで運転を見合わせるということです村山大石田館は明日一部列車の運転を再開します一方山形新幹線は運転を見合わせていた山形大石田館の上下線で明日一部列車の運転を再開します大石田新城館は 来月中旬まで運転を見合わせますが、バスの代行輸送が始まります。高速道路にも影響が。山形県湯座町です。道路の一部が崩落してしまっていて、ガードレールも剥き出しになってしまっています。今月二十五日、日本海東北道湯座町海インターチェンジ、湯座菅里インターチェンジ間は、 道路の陥没が確認され、全面通行止めとなりましたまた、最上町の蝉温泉を通る国道47号は土砂の流入や道路の崩壊により14.5キロにわたって全面通行止めに国土交通省山形河川国道事務所によりますと応急復旧が完了したため最上町大堀 船形町長沢間は、おととい片側交互通行行に移行しています。また道路の崩壊により全面通行止めとなっていた国道47号、新庄市元愛会戸沢村倉岡間は今週末をめどに規制を解除し戸沢村古口井の花草薙間は来週末をめどに片側交互通行に移行するということです。